ビンガムトン市内、ビンガムトンはアメリカ合衆国ニューヨーク州にある都市。ブルーム郡に位置し、同郡地域の名称であるグレータービンガムトンの文化的中心地にもなっている。2000年の国勢調査では人口47,380人。市は1792年に地域一体の土地を購入したフィラデルフィア出身の資産家、ウィリアム・ビンガムの名前から名付けられた。 それ以前にはアメリカ独立戦争時、ジョン・サリバンの軍隊が訪れたことでも知られる。地域に人々が入植してきたのは1802年頃、当時はセナンゴポイントとして知られた。市に昇格したのは1867年。その綺麗な通りや堂々とした邸宅が並ぶ街並みから客間の街の意味があるパーラーシティの愛称が付けられた。 1800年代後半から1900年代前半にかけては多くの移民が市に訪れたが豊富な就職先があったことから雇用機会の谷とも呼ばれるようになった。ビンガムトン市は佐助花川とシェナ南ゴ川の合流地点に位置。市の総面積は2 8 6キロ平方メートルで1865年、1936年、2006年に 大規模な洪水を経験している。気候は湿潤大陸性気候に属し、夏は湿度が高く、冬は雪が多く、気温も低い。1マイルほど先にニューヨーク州立大学ビンガムトン校が位置、市内にブルームコミュニティカレッジやデイビス大学が位置する。市の玄関口となっている空港はビンガムトン空港である。デトロイト、フィラデルフィア。 ワシントン DC などとのアメリカ国内線便が発着する。グレーハウンドのターミナルからはニューヨークやシラキュースなどへのバスの便が発着する。鉄道は貨物のみで旅客扱いはない。ビンガムトンには野球のメジャーリーグニューヨークメッツ参加 2A のマイナーリーグチームであるビンガムトンランブルポニーズが本拠地を構えている。またアイスホッケーでは NHL オタワセネターズ参加であるある所属のビンガムトンセネターズがビンガムトンを本拠地としている。ありがとうございます。